皆さんこんにちは。こんにちは。今回新作をお持ちいたしました。アニマルモンスター。はい。しかもですね、これ配信前でございます。おお。あれです。私がですね、ちょっと一目惚れしてしまった感じで、開発者の方にこうご連絡をさせていただいて、データをいただきました。ですね、近日配信ということです。で、今事前登録キャンペーンとか最後の最後大詰めの状態らしくて、もう近日配信だからね。そうなんですよ。でそのね、事前登録キャンペーンとかもすっごい大好評らしいです。で一足お先にちょっとお見せをしようということでございます。私多分ねこのゲームね今後やっていくんですよ。なるほど。でこの動画を見て事前登録、あ、概要欄にリンクを入れておきます。なるほど。今から事前登録しておきましょう。あの本当に近日配信。どんなゲーム？あくまでこれは開発版。開発版。違う可能性があるから気をつけてください。なるほど。で利用規約ですね。じゃあここはちょっと省略します。はい。名前を入力します。お。お。進んだ。お、来た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 。早い早い早い。あ、始まった。ここは弱肉強食の掟が支配するグランドハンバーグ。グランドハンバーグ。ハンバーグ。グランドハンバーグ。世界では力こそ正義。グランドハンバーグ。食べ物。しかしこの世界にも希望がある。悪党狩りを生業とする賞金稼ぎたち。彼らは悪党たちを次々と追い詰め倒していった。ゲラゲラゲラ、何が賞金稼ぎだ、弱いやつはみんな餌だ。これ悪者ね、敵ね。これ牛女はいい牛乳が取れますぜって書いてあった。牛女、あ、牛女、へえ、てめえらみたいな悪党の血だよ。この右の子じゃないですか。あいつが牛女か。そうよ、もうこっちも全然悪者っぽかったけどな。お引かずして、お、始まった。俺の理想を邪魔するやつはみんなハンバーグにしてやる。グランドハンバーグでなんだ、悪党たちはみんなをハンバーグにしてるの。なんか普通だったらミンチにしてやるみたいな。そうですね。あ、もうミンチ行き過ぎちゃって。おバトルのスタートやな。賞金稼ぎの戦い方を説明しますって。弾を発射してチャッカーに入れると味方モンスターが攻撃するんや。大阪弁、謎の大阪弁。なんでこのブロッコリーみたいなキャラは大阪弁なの。大阪のおばちゃん的な感じですか。なぜやな。はい、まずは弾の打ち方を教えるで、左の方を一回タッチしてみ、ほいほい、あ、出ましたね。おお、どやどやすげえ、どやってる。このブロッコリーなんでどうやっとんの。頭からキャンディー出てくる。大阪のおばちゃん頭からキャンディー食べや。阿部ちゃん出てこないです。黒柳鉄こばりにキャンディーいる。弾が左の方に飛んでいったやろ。タッチした方へ弾が飛んでいくや。今度は次では右の方に弾を一発っていう。タッチ、ほい、え、そや、今度は強い弾が出たわけや。大して強くなかったけど、味方は弾を10発ずつ打てるんや。その弾をチャッカーに入れれば入れるほど攻撃が強くなるんやで。あ、チャッカーってそれのことか。これがチャッカー、はいはいはい。弾をしこたま入れてみなはれ。弾をしこたま入れてみなはれ。マミルトンさん、これ完全に関西弁、大阪弁ですか。真ん中の木の隙間を狙ってみ、連打してもええで。よいしょ、こういうことです、こういうことですね。はい、こういうことですね。木の間をあのバシバシバシとね、全然入んない、全然入んない。ええ、ちょっと待って、2コンボ、3コンボ、あ、おお、センキュー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 、入る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 、はい、5コンボで3倍。お、攻撃した。うん、ええで、ええ感じや。今敵に攻撃して出てきたやつはプレゼントボックスっちゅうやつや。プレゼントボックスは3種類あるで。HP 回復する箱とマナが、マナスキルみたいなもんすかね。ですかね。弾数が増える箱、はい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 。一度にたくさんの箱を壊すと効果アップ。へー、まとめて消すとガンガン効果アップするには、貯めといて一気に消すとめっちゃお得やで。なんでこのゲームはナビゲーターが関西弁、関西のおばちゃんなんですかね。これ分かんない。次は2番手のターンや。味方は左から順番にターンが回っていく。2番手でプレゼントボックスをしこたまゲットしてみ。しこたまってね、しこたまゲットしてみ。そんな言わへん。あ、これでゲット。あ、回復した。回復量が違うんですね。あ、本当だ、なんでだろうね、不思議だね。キャラの回復力とかあるんじゃないですか。これ光ってるけど、露骨に光ってるけど、これ押していいのかな。あ、プレミアムミルク。
牛だからプレミアムミルク。スキルってことですか。必要マナ数18。やっぱマナがスキルなんだ。マナの箱を取るとスキルがたまる。あ、今光ってる理由はあなたの攻撃だよっていうことだ。なるほどね。でボールがあと6ってなんか左の真ん中ぐらいになるけど、うん、これが弾と連動してるんだ、うん、いや私これ、うん、大昔あの iPhone でペグルっていうゲームがあったじゃない。ペゴあったじゃないですか、うん、私これ系のゲーム大好きで、ずっと言ってましたよね、ツイキャスとかでね。そうなんですよ、ペゴ超面白いっつって。あのマックス村井のお魚パラダイスっていうゲームを皆さんご存知ですか、うん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 、もうねこういう感じのゲームなんですよ。私これ系に弱くてですね、なんか喋ってると思った。よっしゃうまいもんやな。ほな次は敵のここの敵のここに注目や。矢印のところ、味方一体の攻撃が終わると敵の数字が1減るんやけど、これが0になると敵の攻撃が止まるんや。マスターリーザーの攻撃、グッハーグッハー、敵からの攻撃や攻撃された味方モンスターは HP が減ってしまうねん。なくなると戦闘不能やで。 HP それぞれキャラごとに違うんですね。おお、全体で一つの HP じゃないんだ、バラバラなんだ、うん、次は3番手やな。チャッカーに入れるか、それともボックス狙いか、アンさんの好きにやってみな。晴れ、ありがとうございます。じゃあ好きにやらせていただきます。マナの箱あります。マナあるね。まあ回復戦でいいわ。これじゃあ10個の玉全部チャッカーに入ったら10コンボっていうことだよね、うん、あ、入ってる8コンボ。あ、割と8コンボ結構いい感じ。あ、強い、結構当てた、うん、俺が最後だ。おお、え、強い。あー、豚の姉ちゃんが戦闘不能や。豚の姉ちゃん豚の姉ちゃん、あ、言い方ひどい。待ってくれ、この関西のおばちゃんおるかな。いた、自分もおるかな。いた普通に混ざって一緒に戦ってたよ。戦いながら教えてくれた。仲間に対して豚の姉ちゃんはないやろ。そやかて諦めたらあかん。墓石を壊せば復活できる。弾を行産当てて壊してみ。これが墓石なんだ。あ、減った。あ、これで復活するのね。このカウントがゼロになるときっと復活するのね。なんでさ、墓石の上にさギャートルズの肉みたいなの置いてあるの。あの豚の姉ちゃんのマークなんですかね、もしかしたら。あの豚があの豚なの、このあのギャートルズのこの肉みたいなやつを。で花束置いてあるよ。これ当てやすいな。よしよしよし、あ、向こう当たった。豚の姉ちゃん復活してた。おっ、やべ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 。一回ちょっとこっちの方に飛ばして回復をしながら、うん、いいね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 、いいね。あれ、自分回復すんの、自分だけ。え姉ちゃん、牛の姉ちゃん回復してくれよ、牛の姉ちゃん。ちょっと待って、そしたら、え、あ、ちょっと待てよ、待てよ、ちょっと待ってくれよ。豚の姉ちゃんをちょっと復活させたくて。豚の姉ちゃん、でもさっき牛の姉ちゃんで回復した時は、あ、豚の姉ちゃん生き返った。さあ、牛の姉ちゃんで回復取った時は全員回復しましたね。したよね、うん、それぞれキャラによってあれがあるんかも。プレミアムミルクの力、なんか回復系のキャラとか、これも見た目的に完全になんかパワー系ですね。敵めっちゃ動いてんな、調子に乗ってんな、あいつら。あれがなんだっけ、悪党狩り、うんうん、だっけ、盗賊狩りだっけ。向こうが悪党でこっちが賞金稼ぎ。あ、なんかどっちも大して変わらんの、なんか。さあ、敵強くね、敵強い。皆さんこれチュートリアルですよ。なかなか歯応え。あれ、でも自分だけや、なんだ。ちょっと自分も回復しとこう。あ、もったいない、2個取っちゃった、完全回復。今のままだとあの関西のあのおばちゃんだけがやばいよ。でも関西のおばちゃん割と8割ぐらい HP あります。死なないかな、うん、大丈夫かな、うん、割と慎重に打ってるよ、慎重に。そうですね。慎重に。あ、 OK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 
チ。あ、ラスイチか、まだあったか、よし、はい、OK 4.5 倍。おー倒した、おー倒した、強いよ、なんでだよ、やばいで、やばいで、めっちゃピンチやで。ここはとっておきのスキルを発動、まみるともさ、変な話、あのもう少し月日を重ねると関西のおばちゃん化していくのかな、うん、まあそうですね、ヒョウ柄とか着るのかな。ヒョウ柄は着ないですね。ヒョウ柄多分ね、あの着ない、ヒョウ柄は着ない、そうそうそう、ゆるふわ系、森ガール系ですもんね。今は今はなんだ
今回だけ特別に秘密の裏技でマナーを貯めてみたで、おばちゃんがすげえ。おばちゃんは何なの？Y の顔のアイコンをタッチしてスキルをかましたで。Y の顔、はい。ずんだずんだ。ずんだだったんだ。ずんだって枝豆？枝豆で。したやつ。そうです、ね。ずんだ餅とか。東北の仙台の名物です。なるほど。ずんだ餅。ずんだ餅。関西のおばちゃんと思いきや東北出身ですよ。なんで東北出身のこのずんだのおばちゃんが関西弁をあんなにバリバリ話してるのか。これ発動していいんだよね。味方の HP 全回復、超パワーアップ発動。いや、おばちゃんめっちゃ強い。あ、めっちゃ強い。ずんだ仙台最強やないか。最強じゃん。一覧めてきた。私よくあの俺の必殺技とか言ってますけど、これ俺の必殺技ずんだぜんざいとか言う。やばいやばい。あ、俺の必殺技プレミアムミルク。やべえ。プレミアムミルク。バカ。決まらねえ。一発逆転するぜ。プレゼントボックスを量産壊してフィーバーゲージを満タンにするんや。そしたらあれが来る。何が来るんだ。あれ。え、このボックスを壊せばいいのかい。待ってくれ、待ってくれ、おい待ってくれ、ボックスを壊したいんだよ、ボックス。これを壊せばいいんだよね、よっしゃ。ボックスないし、ボックス。え、ちょっと待って。3コンボ、はい。あと1個。これどうなの、あいつ強いの、次またバーンってくるの。強かったですよ。あ、でも結構与えた、結構与えた。え、めっちゃ、え、あ、ごめんちゃい、全然取れない。取れた、 OK。 あれ、ずんだぜんざい強いな。うん、ずんだぜんざい、だってマナー50個いりますからね、左上の50数字。ずんだぜんざい、もしかしてあの星5キャラ。あ、これ来た。あ、フィーバーチャンスタイム、フィーバーチャンスタイム。鍵がフィーバーチャンスや。5つの鍵を全部壊すんや。魂7は、あ、弾は7つだけやで。おお、こうなの。うまくいけ、1球なんじゃね。よいしょ。あ、上のやつ。すいません、1球ではいけませんでした、すいません。 OK!OK!、Okay! フィーバー、おしゃー、フィーバー来た。ずんだぜんざい、ずっとこんな感じなのかな。この後もずっとこのずんだぜんざいはこのテンションなのかな。盤面めっちゃ光ってる。フィーバー中は一方的に攻撃できるで、下のでっかいアタッカーも空いてるから今のうちにビシバシ連打するにはスピード勝負やで。あ、下のアタッカーってのは、アタッカーってのはあれですか、あの下のあれですか。はい、おお、はいはい、そういうことね。お、こんな、あ、すげえ連打してる。弾の残数関係ないんだ。た、あ、倒した。はい、フィーバーモード強し。あくまで皆さんチュートリアルですからね、うん、勉強してるんですよ私たちは今このゲームを。バカな、なんで主役の俺が負けるんだ、おかしい。なんか結構このゲームはキャラクターキャラクターにそれぞれ個性があるんですね、うん、さあさあさあ、ゲゲ、どうやら今日はちょっとバカし体調が悪かったようだぜ。そうだ、手加減してやったんだ。今日はこのぐらいで勘弁してやる。ガッハッハ、今度来やがったら容赦なく叩き。全然このハードモヒカンの男、全然主役感、主人公感ないけどな。なあ、本当は見るからにぶっ飛ばしてから言おうと思ったんだが、もう、あ、そんなに改まってどうしたの？判定？好きだ、お前が好きだ。なんでだよ。何が始まってんだよ。急にそんなこと言われても、あ、ドキドキとかしてる。何これ、何これ、何これ、判定？え？判定？押せばいいんですか？何これ、え？押せばいいんですか？押せばいいんですか？押してみましょう、押してみましょう。押した。突然の告白、彼女が出した答えは、え、何、どういうこと、私を愛してるわって、なんだよ。カップリング成功、おお、おめでとうございます、おめでとうございます。え、ね、こんな、こういうあるゲーム、これなんだ、バクター。あ、生まれた、子供が生まれた。え、子供生まれるの、え、マジで、しかもなんか掛け合わせてハーフみたいな。え、可愛いやん。可愛いですね。あのハードモヒカンからこんな可愛らしいクマちゃん、クマちゃん、クマ、クマですよね。お父さんもクマですもんね。お父さんがハードモヒカンのクマで、うん、クマプレミアムミルクだから牛だよね、うん、
子供が誕生しました。パクった。ほら、なんだろう、来るのよ。でかしたぞ、こいつはきっと俺より強い賞金稼ぎになる。もうこの子が大きくなる前に悪党は全部私たちが倒すんでしょ。ガッハッハッ、そうだったな、こいつが平和に暮らせる世の中。なんなんこの話、これストーリーが始まったんだね。ゲラゲラ、ここが賞金稼ぎどものキャラバンか。今ならあいつらも油断してますぜ。まだ来てた。いやもう、あ、お母さんが、え、ギシシ、牛女を捕まえましたぜ。おい貴様、そいつを離せ。また痛い目に遭いたいのか。ギラギラ、この状況で強気だね。少しでも動いたらこいつをどうのこうの。ぐぬー、ちょっとダメだろ。なんで牛女からたっぷり、あ、いやもうこれ以上出ないよ、もうって言ってる。え、あ、クマ野郎はハンバーグだ。え、あ、ずんだ餅。やばい、このちびくまの開けだよ。数年前、展開が急だな。おい、はよ起きや、ちびくま。今日から賞金稼ぎになるんやろ、親父さんだの。おお、大きくなった。構えてる。かわいい。お父さん以上の賞金稼ぎになるかもしれん。そういうストーリー。ここから後に伝説となる賞金稼ぎたちの新たな冒険が始まる。怒涛の展開だな。すごいですね、まだチュートリアルだった。ああ、こっからスタート。チュートリアルから怒涛の展開やな。爆誕。あれ、なんなの。そういうのがあるんですかね、これからも。最初だけか、わかんない。あれ、あの2人はもういなくなっちゃったの。お亡くなりになられちゃったの。食べられちゃいました。食べられちゃったの。なんだっけ、ハンバーグにされちゃった。グランドハンバーグ、グランドハンバーグだ。グランドハンバーグっていう大地で敵がいて、悪党がいて、賞金稼ぎの人たちがいて、うん、戦ってる世界だ、うん。えモヒカンと牛が主人公だったと思ったら違っていて、子供のクマが主人公。ちびクマが、ずんだ餅以外にも、あ、いろんな餅がいる。なんかチョコ、かしわ餅、かしわ餅、さくら餅、白餅、大福、大福、ずんだ餅、なんかバレンタインチョコみたいなやつもいますね。はあ、皆さんもこういうゲームでございます、アニマルモンスター。今回はですね、その改めてなんですけども、ちょっと無理を言いまして、あの開発者の方からですね、あの事前にデータをちょっとお借りさせていただいて、こうやって動画を撮らせていただいております、はい。あの近日リリースということで、うん、あのこれどんなゲームなんでしょうね。これ多分スタートしたらゲーム始まるんですよ ね、 そうですね。今がこれチュートリアル、うん、あくまで開発版です、皆さん、開発版です、うん。本番とは変わる可能性があるんですけれども、近日リリースで、iPhone と Android 両方出る、両方出る、うん。で、事前登録受付中。そう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 、で事前登録受付中で、なんかいろいろキャンペーンをやられていて、なんかアイテムかキャラかもらえるんですかね。もらえるはず。なるほど。何ももらえるんでしょうかね、うん。強いやつ欲しいな。ですね、うん。で、あのクマちゃんは、クマの粗挽きはまずいよとか言ってたけど、ミンチになってハンバーグになったんですかね。あのモヒカンのクマ、モヒカンのクマ言ってましたね。言ってたよね。クマの肉は美味しくない。美味しくないよって言ってたよね。そしてこのあのずんだ餅キャラは主役なのかどうなのか、あれな、まあ、ナビゲーターでしょうね。だってあのフィーリングカップルの時はバレンタインの餅で出てきた。あ、いた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 。あ、本当だ、そうだ、ね、うん、判定って押した。判定した。あの機能は毎回あるんですかね。突然の告白。彼女が出した答えは。カップリング成功。爆弾、意味がわかんねえ。何なんだ。でもキャラの掛け合わせで新しいキャラ生まれるとかって面白そうですね。で、この真ん中にいるこの女の子たち、これとか主役なんですかね。可愛いですよね。可愛い可愛い。左の子がいいな。私真ん中、左がいいな、ね。この一番右のこのマッシュルーム状のこの子は、もう私は真ん中か左がいいな、うん。左も可愛いね。左可愛い。で、上の方にはなんかトラとドラゴンみたいな感じ。うん、はい、皆さん近日リリースということで、はい、事前登録最後の最後、あの乗り込みましょう、うん。事前登録キャンペーンとかっていうのはですね、あのいろんなゲームがリリース前にあのやられてると思うんですけれども、登録しておくと本当にね、お得なことがたくさんあると思います。その時しかゲットできないキャラとかもらえたりしますか。欲しいですよね、うん、欲しい。何がもらえるのかな。まあちょっとサイトをね、皆さんもご覧くださいませ、うん。じゃあ今日は以上でございます。あの新作、うん、新作でございます、アニマルモンスター。楽しみ、楽しんでいきましょう、はい。では以上、さよなら、さよなら。あ、どう。
それいいえいいえほなほなほな説明のことを飲み込んでるほこきたやめそうダメだよこのダメだよこのまだ聞きたくない私はそのはいなんだかやたらとつまんない同じ毎日同じ顔立派になんかなりたくないけどでも勇気は皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みではない方はぜひとも、概要欄のリンクから登録をよろしくお願いいたします。アップバンクでは、コスケとかバイヤーとか高橋くんとか、いろんなチャンネルがあるので、ぜひともすべてご覧くださいませ。はい、それではまた他の動画もご視聴ください。さよなら。なんか段差を乗り上げてしまいました。